あ、こんばんは、東大阪新聞チャンネルの木曜日担当の石川でございます。季節も非常に良くなってまいりましたので、今日は少し、まあお花見とは言いませんけれども、少し春爛漫の折、いわゆる日本古来の方角ですね、方角を楽しもうと、あるいはもっと言いますと方角の良さ、日本古来の歌、楽器、和楽器等ですね、こういうものを国際的に発信していこうやなかというようなビジョンをお持ちで、なおかつ、まあ、皆さんもご存じかもわかりませんけども、 NHK の日曜日ののど自慢で、平成元年から、まあ、約30年ですね、のど自慢の尺八の演奏を担当していらっしゃるというような方で、井上さんとおっしゃるんですが、正しくは井上邦楽会家元二代目ですか、井上聖堂さんに今日お越しいただきました。早速ですけれども聖堂さんをご紹介します。こんばんは、よろしくお願いします。井上聖堂です。ついこの間でありますけれども、毎回毎年のように邦楽の演奏会をなさってました。実は第61回と、父親の代からね始めまして、61回になります。で、私61回でなんぼ計算してもですね、まあ今年も生年月日聞いたわけじゃないですけど、はい、なかなか合わんで、どうもひょっとしたらお父さんの時代から2代目かなと、こういうように思ったんです。でそこでどうなんですか、2代目ですけども、まずお父様がいらっしゃって、はい、で後を、まあ、継いでいかれて、はい、そのままこうずっとおられたのか、まあ、宿命やと思われたのか、はい、いやそうじゃないと仕込まれて仕込まれて、はい、いやいや後を継いだのかその辺の戦いきさつは、まあ、どの世界のね、子供さんもそうやと思いますけどね、はいはい、やっぱり初めは分からず、はい、親がこうせ、ね、こうしてって指導があります。なるほど。でずっと私もそういう感じでやってまして、まあやっぱり中学高校になると、あの時反抗期で誰でもありますわね。でそれでしばらく辞めてたんです。おでまた大学入って、はい、まあもちろんその時に全てのものは、まあね、小さい時からやってますからできます、ある程度基礎がみんなありますからね。で大学入ってやっぱりふと世の中のこともう分かり、ね、親のことがやっぱり理解できるようになると、あやっぱりこれはやるべきだと、自分に与えられた使命かなと、半分ね使命かな、でまたこれを広めていこうという、うん、そういう気持ちになりましたね。でやはりあれですか、まあ、後ほどに、はい、楽器とかそういう細かい話をお聞きしますけども、その方角っていう大きな括りで方角って言ってますけども、はいはい、まあ、方角って言ったら一体こう突っ込んでいった時一体何かなって言って、まあ、分からんようなんです。そうですね。その辺の方角の意味合いって言いますか、はい、まあ、定義って言いますか、はい、それに対極にあるのが、まあ、洋楽、まあ、うん、大きく分けると、うん、洋楽、西洋の音楽は洋楽、日本音楽全体は方角、うん、まあ大きな講義で言いますよね、うん、本邦の方ですよね。そうです、はいはい、ところがその方角の中にも西洋音楽を含んだものがあるわけです、うんうん、で純粋な日本古来の日本の昔からある音楽を方角という、そういうくくり、競技のそういうくくりというのが、まあそういう一つの概念もあるわけです。で我々はその競技の中の方角をやってるわけですね。で方角にもいよいよ種類があります。昔から、まあ、日本の音楽には全部中国大陸から輸入されたものがほとんどなんですね。雅楽にしろ、そうですね、まあ、代表的な雅楽ですよね、うんうん、そこからいろいろ派生してくる、お琴も三味線も尺八も全部こう中国から来てるんですね。でそこであと日本が独自に発展させていったと、それが邦楽ですかね。なるほど。で一番のそのなあのこの楽器の中で、はい、和楽器の中で、はい、一番その先生が得意にしておられるのはまず三味線です。三味線であり尺八であり、尺八であり、はい、私の父親は尺八がメインだったんですね。
はい、で片っぽはいわゆる弦があるんだけど、はい、片っぽは、まあ、横笛とか白笛とかこの笛のあれで、はい、この、まあ、弦があるのとあの笛の部分と、はい、この辺はやっぱりあの違いはあると思うんですけど、はい、全然違いますね。全然違いますか、はい、やっぱり副楽器尺八とか横笛は副楽器ですから、すごくメンタルが重要なんです。なるほど。やっぱりイライラしてたりね、呼吸が乱れたらいい音が鳴らない。一定の強さで吹いてこそいい音が鳴る。で、はっって言うんじゃなくて、ふっとこう息を出していかないと。座禅のあの、そうです、禅に通じますから。そういうことですな、ね、神経統一してないといい音は鳴りません。イライラしてたら絶対いい音。もちろん三味線も楽器全てですよね。心が落ち着いてこそいい音が鳴ります。それはもう全ての楽器に通じますので、特に副楽器はあります。それでその服の方のところの意味合いは、まあ、まあ私も座禅経験あるんですけども、はい、分かるんですけどね。じゃあ今度弦の方でね、はい、その弦でそのまあまあちょっと、はい、三味線で、はい、ちょっと三味線のことをちょっと教えてください、はい、基本的なところ基本的な、もうなかなかこの頃、昔は我々がバグってる頃はなんかお茶屋で ね三味線のお姉さん相手にして遊んでましたけど、はい、このそんな場ありませんしね、日本の文化残していかないかと思うんですけどね。三味線は元来ね、中国から来たんですね。中国の三弦という楽器がある。なるほど。三弦が沖縄に来たんですね、昔の琉球も400年前、500年前、はい、でそのほとんど三弦というのと三線、ね、今三線と沖縄の三味線のことを三線と言いますけども、それはほとんど一緒の形、楽器の形も全てで、皮も蛇の皮を張ってます、うん、ジャミ線やっていうで、ね、錦蛇蛇を張ってます。その錦蛇どこにおりました？昔は沖縄に本島にいてたんです。本島にいた、はい、昔はいてた、はい、今はほとんどいません。でその三線が大阪の堺に伝わりました、うん、昔堺が貿易港、うん、はいはい、で日本本島の中にはそんな大きな錦蛇はいないんです、うん、それで困ったんです。それで猫とか犬の顔を使う。で楽器も大きく変化して、うん、ルーツは中国の三線、そして沖縄の琉球の三線、そして日本へ入ってきて三味線に変わった、そういうルーツ。だからちょうど400年ほど前、織田信長なんか徳川家康の頃に入ってきた。だから400年ほどの歴史。織田信長もああいうその外のあれが好きやったから、ね、やっぱり触って遊んどったんです。そうだ、だから坂本龍馬も得意やったね。ああ、そうそう、坂本龍馬ね、うん、そうそう、うん、それでそこのこの三味線の、はい、その部分部分を構成される、はい、ここはどういうんですか？そう、これは銅ですね、はい、太鼓いう人はありますけど、銅、はいはい、うん、でからこれが竿、竿っていうんですね。で、ここは糸をつける糸巻き、糸巻き、ね、この竿で三味線の良し悪しがあるんです、うん、で、種類が3種類あります、うん、一番いいのはあの紅木、紅の木というかね、紅木、そして下のね、仏壇とかありますよね、茶棚とかね、はいはいはい、それから花林、花の林とかね、花林っていう、その3種類があります。練習は皆さん花林を使います。でもこれ不思議なことで、やっぱり西洋から、じゃあ南方から来た楽器やから全部南方の木なんです、うん、日本にない木なんです。なるほどね。全部インドネシア、タイ、あっちのカンボジアから輸入なんです。あの昔の言う香木と一緒ですね。そうです、そうです、うん、だから日本の楽器でありながら、ほとんど 90% 以上輸入してるんです、うん、日本で存在しない、うん、まあ、ここのこの皮は我々子供の頃がずっと猫の皮がどうのこうのとおっしゃられていたんですけど、はいはい、ね、猫も今飼い猫やで野良猫とかそういませんけど、その猫の皮、はい、本来は猫の皮なんです。本来は猫の皮なんですが、猫は薄くて破れやすい、ね、だから練習には向かない。だから全部値段の安い犬を使う。で猫は小さいからね、1匹から2枚しか取れない。なるほど。皮が犬は4枚取れます。だから余計にこの安い練習用は全部犬を使う。はい、犬は猫の皮っていうのはね、変なね、背中からこう裂いてお腹の皮を使います。で犬は逆なんです、うん、
うん、お腹から咲いて背中の皮を使います。それは違うんですか。はい、そうするとお腹の皮は薄いんですよ。薄い方がいい音するんです。やっぱりが破れやすい、値段倍しますけどね、犬の値段と比べますと。で、例えばお腹の皮を使うということはここにこうありますよね、ここチブサね、チブサ、だから猫の顔を見るとチブサがある、うん、犬の顔はないんです、うん、背中使うから、うん、でこれは一応犬今は使ってますけども、飾りにほら小さく飾りになるほどこうつけてるんです。どこから見ても分からない、うん、今はだからこういうような犬にもこうつけて猫にも見せてます、うん、でもやっぱこう天然ですからね、やっぱ自然のもんですから破れるんですね。湿気が大敵です。はいはい、梅雨時が一番怖いです。うん、ね、で今はこの皮もみんな輸入です。ほとんど中国とか韓国とかから輸入してます。ね、だから糸だけですね。この糸だけ、ね、これは日本産。この糸は何でしょう。ね、その羊の腸とかそんなんで、何やろ。糸は昔から日本にあるもんです。動物性ですか。動物性というか、まあ、うん、馬の尻尾のあれはバイオリンとかね、の弓です ね、 ね、弓とか。これはシルクです、絹糸です。絹糸をより合わせて太くしてます。だこれはもう日本産です。だから三味線でありながら日本の楽器でありながら糸ぐらいなんです、うん、あと黒炭、それでも輸入の、ね、糸巻きほとんどだから、うん、ね、不思議ですね。不思議だな。いやいや、それはもうどうなんですかね。その、ま、だからかなり値段的に高いもんであるとなりますね。いうことになりますよね。でもあのおことなんでもそうですね。おことでもやっぱり切り出てきてますけども、あれでも。やっぱりこれ木、天然の木を使いますから高いですからね。どうしても天然ものですからね、年数がかかりますもんね。なるほど。ところが、まあピアノと一緒で高いかもわからないですけども一生あります。壊れるもんじゃないですか。皮は破れる、皮は破れるけども三味線自体はどうもならない。だから考えれば一生あります。みんな高いって言うけどもピアノも高いですもんね。そうそうね、一生ですよ。一生、一生一生も尺八でも1本、30万、40万するやつありますよ。高い。ピアノもそれぐらいしますし、一生あります。ほとんどね、尺八なんかは竹ですから、メンテナンスがいらないんですよ。いらないんですよ。どうもならない。うん、それをね、落としたり、踏んだりしたらダメですけど、普通に使えば一生あります。尺八ね。尺八でもそうです。まあ、尺八の、あれの、あれ、竹の、はい、根っこの部分のあたりですね。そう、根っこです。でうちの親父ね、趣味で、ね、尺八やってた、はい、それでまあ横で見とっただけだけど吹く気はないけど、ね、みんなね、音色は好きですな。みんなね、やっぱり習えへんと思うのよね、うん、で、やっぱこう強く吹きすぎ、やっぱさっき言いましたけどね、強く吹いたらならない。禅と一緒で息を細く長く出していく、そういう音になるんで、みんな吹いたらあかん、吐くもんである、うん、そこでね、その吹くもん、吹く、その息のこれね、はい、じゃあこの三味線で、はい、その、この余韻っていうか、そういう、はい、うん、その音、音、はい、音、ギターと、はい、ギターと、まあ、洋楽と邦楽でね、洋楽の、まあ、ギターと、あるいはバイオリン、じゃあ邦楽で三味線を代表にして、はい、こう違いを言いますと、はい、一番の違いはどう。一番の違いはこの糸のビーンっていうたなびく、いわゆる触りの余韻ですね。で日本人はその間っていうのを大事にするんですね、はい、西洋音楽はダッ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 とリズムを刻む、ね、日本人は間、その間の空間に何かがあるというのを感じるんですね。それが日本人、ビビビ、そうそう、感性ってことですね。ビーン、お寺の鐘の、はいはいはい、なんか鳴ってんだけど、鳴ってないけど、鳴ってんだかなと、うん、なんか体にこう、バーッとこうね、そうです、そうです、体にこう、音がこう、響くような感じ、ね、まあ、太鼓の音でもそうですね、ドーンとこう感じますね。で、三味線も昔ね、ゴーゴーダンスがね、バブってる時に、ね、入った、その時行ったことある。
その時にね、ボディソニックという、はい、体にバーンとこのサウンドが入ってくるやつね、ほんまビルビルするぐらいね、あんな感じ。そうだからこの三味線はこのドーンっていうシャね、この余韻がなかったわけ、うん、でこれは糸にね、こうかすかにこうね、キーが糸に当たってビビビビビビビ、西洋音楽の音ねから言うと雑音って言うんですけど、でも三味線音楽ね、これがこれもしなかったら、うん、こんな感じ全然響かない。まあ三振の音色もこういう感じで、ギターもこんな感じで、だボンボントントンっていう、これが触りがありますと、そこまでね、そのブワーンというね、はい、その音をこうたなびかせるような音をショートとかテクニックいるわけ、いりませんよ、これはもう楽器したらなってる、タタタンと弾いてる、うん、ただバチッと弾いてるだけで、これはもう三味線の構造上、もう世界にはだから 2,3 種類しかない、はい、インドのシタール、シタール、ビアあれはね、大きいこう響きますね。あとね、言えばあの日本のビワ、ビワね、聞いたことあります、自分最初あれもビワヨーン、ビワヨーンって言いますよ、あれも触りなんですね、うん、でもビワの場合は一個一個に触りがついてます。三味線はこの1の糸しか触りがないんです。ところが他の人糸は共鳴していきます。この1の糸に共鳴してビーン、これもしなかった押さえてたら言いません、離すと言います、これ止まります、触りが、うん、止まります。だからこういうようにきっちり調子が合えばビーンって言ってもらう。これこういうのを習うのをマスターするのは難しいんですか。三味線を弾くということです。弾くのはそうですね、それでも、うちに来てる方60代70代いたはりますからね、やっぱり、うん、でもやっぱり若い方が何でも早いのはどんなもんでもそうですけどね早いですね、少しでも早いことね、小野さんにもぜひともやってもらいたいですけどね。うちのウクライナのね、はい、文化交流協会の会長さんですわ。はい、ね。で、聞くところのとね、6ヶ月ほど練習して、そう初舞台を。この前、うちのね、発表会、演奏会でね、はい、初舞台を踏んでもらいました。はい。はい、なんか私、またウクライナで、初舞台をウクライナで、キエフでやられちゃいます。ね。まあ彼もね、あのして国際交流の中で日本の良さっていうことをなんとかと思って、でまあ大塚さんとか言ってしとると思うんですけど、石川さんはね、昔はお座敷でちょっと粋な遊びをされたそうで、いやいや、それはその時代が時代でまあ私らは下っ端の方で、その時ね、芸者さんが多分やったと思います、ギッチョンチョンいっぺんあります、うん、粋だなと思ったんですよ。こんなおっさんがしてもしゃあないですけどね。なんかそういうのちょっと若い人を引きずり込んでちょっとね、復活させたいですな、ね、でもうちね今、20代30代の子も奈良に来てるんですね、三味線、お三味線ね、でこのギッチョンチョンやっぱ、いいなって言うんですよ、粋だなって、やっぱギッチョンチョン、やっぱり知らないから、聞く機会がないから、みんなね、良さがわからないから、やっぱりこうメディアに取り上げられて、ね、聞く機会を増やしてもらったら、おことの音色でもそうですよ。そうそう、今小学校3年生の子が来てます、すごいいい音色だから、
もう弾きたくて弾きたくて仕方がないんです、うん、やっぱり、ね、やっぱりこう聞くと感動するから、やっぱり学校教育にね、私らから言いました学校教育にもっと取り入れてもらって聞かすと、うん、まずはね、うん、どっかに残りますやん。そうそう、だからどういうんかな、まあ学校でたらあんなことで難しいこといっぱいあるからね、井上先生が同じずっと民間ベースでやがやりになっている、どんどんどんそういう若い人たちが入ってきた、はい、でそういう、まあ、毎年のように発表会しておられる、はい、あの素晴らしい発表会やと思うんですけど、それがだん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 広がってくると思いますよね、はい、今のようなねあれで、でじゃあ次回ぐらいまた間を置いてね、はい、その今の若いお嬢さん方が、はい、ギッチョンチョンとシャミでやるとかね、うん、あるいはボトとかやるとか、そう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 、どっかでこう出演してもらってね、でまあ若い人たちがどう思ってるか、その面白さ楽しさ、はい、素晴らしさっていうのね、若い人たちは今度世界的にこう、そうです、発信していく。やっぱり音色を聞いたらね、やっぱり日本人、うん、日本の楽器とか日本の歌を聞くとね、やっぱり DNA があるんですよ。何か懐かしいとか何か胸打たれるという、聞けばね、うん、感じるんです。そうそうそう、聞く機会がないからどうしても西洋音楽の方に行ってしまうね、学校が全部西洋音楽やからね、なんか半、まあ、半々に教えてほしいですね。そうですよね。例えばバッハが流行った頃は、うん、バッハのこういう曲ができた頃は日本の音楽はこういう音楽がありましたとかいう、うん、対比してほしい、ね、そうそうそう、が大事だと思うんですよ。バッハとかシューベルトばっかり教えますけど、そうそうそう、いや日本にはこういうのがありました、クリアニアとはこっちありましたというね、やっぱりそれをね今しないんですね。西洋音楽ばっかりで日本のこと一切教えない、でまあそれは先生が何もできないという、うちだから学校の先生も来られてます、うん、ね、音楽の先生も来られてます。でやっぱり民謡を歌ってね、この前も出演してもらったんですけども、やっぱりいいなぁと、全然発声が違う。だから日本人はやっぱり日本の発声も勉強したい、西洋の発声も勉強したいって今来られてますけどもね。まあ、あのこれからの若い世代、次の世代ね、次世代をどういう思いでいろいろこう展開していきたいと思うんですけども、さて今人生100年とか言いましてね、長生きせない、なんか100年ってあと30年もどないして生きるかとね、ちょっと考えると30年とどないして生きていったらいいのか思うと思うんですけど、さあそこでね、じゃあまあ仕事も終えて次悠々自適言うてもなかなかいかんと、うん、そうすると先ほどの日本の DNA じゃないけども、その良さをね、黙っとってもこれは日本の、まあ、方角を聞くことによってどっかビビッと来てね、はい、あそうや、わしは子供の頃こんなあったなと、うん、こういう歌あったな、民謡であったな、わしの田舎に祭りがあってこんなやってたなとこんな、はい、ずっと思い出しますね。そうそう、そういう時に余生をもう一回童心に帰って、はい、ね、三味線やるのもいいし太鼓やるのもよし ね、民謡歌うのもいいし、よしと、ね、そういうことこれからどんどんこうわーっと広がるような気がするんですよ。どう見ておられる、そうですね、やばい第二の人生をどう過ごすか今問題ですよな、ね、だからうちらでも、うん、退職する前から、うん、そうね、ちょっと前からすると、そうすると退職してから楽しめる、そこからまた一からは大変ですから、退職する前から何をしようかなと思うのを考えてもらって、だからうちなんかは間口が広いです。民謡もあれば三味線もあれば尺八もありますし、いろんなものを習いに来てはります。もちろんあのカージョンのもちょっと勉強したいとかね、いろいろね来てはります。だから何かを見つけて、そう、自分何が一体好きなのか、まず好きから始まるんですからね、好きかというのを考えてもらって、で何か始めたらね、そうですよね、だからまあ定年迎えて今も60が当たり前になってきてるけども、まだ60ですからね、声も出ますじゃん、できる、まだ声も60代は、ね、むしろええ声が出るような気がそうですただあるね、せいでね、まあみんなカラオケで声張り上げてやってますけどね、はい、あのカラオケで、まあ、やる声の出し方ね、うん、と先生とか奈良に行って、まあ、民謡をやるにしても、はい、もう発声練習からやりますでしょ、もちろん全然違います、違います、極端に言ったら腹から声出すか喉で声出すか、そうですそうです、
このカラオケでまあやってる人みたいな大概喉で声出してるね。そう、口先だ、口先だ、お腹に力入ってない。そう、だからうちね、カラオケが上手になりたいって民謡プロの人多いんですよ。なるほど。もっと腹から出して、そうそう、プロの歌手でね、民謡出身の人が多いとか、詩吟の出身の人が多いとか多いから、ぜひともねやりたいので、発声をして民謡の声の出し方を、前へ前へ声を出すというね。そう、でそれを大きな声を出すということは、うん、脳を刺激される、うん、まあそう認知症の予防にもなるし、そうです。で民謡なんか特に歌詞を覚えなきゃダメ、それも覚えるということを普段しませんよ今、うん、カラオケでは毎日字が出ますから、だから覚えるという訓練にもなるし、その時にね、それに付け加えてね、おっしゃったでしょ、でプラスね、脳科学のね、はい、あの話でね、その時に風景を想像成長、はい、思い浮かべる、ね、そうですね、うん、だからまあ歌詞を覚えたけども、はい、その歌詞をこうしながら風景をこうずっとイメージしたら、また脳の活性化があるね、何か2つしたらいいね、1つはダメなんですね、声を出してその風景を思い出すという、そうですね、だからうちらでもなんだけ歌詞をまず理解して、なる、歌詞を覚えて、だから見ないということはそういうことなんですよ、覚えるということは風景を思い浮かべられるから、見てたらそれそこばっかり、そっちばっかりね、そうです、そうです、だからなるだけ歌詞は覚えて、うん、で昔あの私はあのカラオケもやってるんですけども、みんな暗唱だったんですよ、一切画面を見せない、覚えて歌いなさい、そうプロみたいにね、それをずっと続けた、で今はなかなかね、みんなそういうカラオケ喫茶とかいうのが多いですから、画面を見るという、そうそうそう、ことが癖になってしまって、そうそう、そればっかりね、字を追いかけることばっかりになりますよ、だから、まあ、カラオケなんか僕はすごい方やから、あのほで点数が出るやつありますよ、はいはい、ほで、はい、ね、はい、ここが出てほで点数が何本で、ああいうのはもうありませんな、そうですね、もうどっちかで人間はみ出してる方だから、あちょっとはみ出て違うことやってみたのかっていう、ね、だからまあ自分のその時の雰囲気感覚でこうやりますよね、え、うん、じゃあちょっと最後、せっかく春でおにやかね、みんな宴会で宴会気分でおにぎやかな感じで、はい、昔あのお伊勢参りというのがあったんですよ、はいはい、でその時にお伊勢さんお参りして帰りにね、うん、お茶屋さんでみんないっぱい飲んでどんちゃんやるんですよ、はいはい、その時に歌われました伊勢音頭と、それを大体歌います、はい、お稽古してるんですね、はい、で朝10時頃からさ、はい、で、まあ、夜は夜も10時ぐらいまで、10時まで、まあ、やっぱ仕事帰りの人がね、うん、多いんでね、でやはりあの、まあ、これからはどっちか言ったら副業も会社も認めないかんようなこと言ってますし、はい、だからまあ残業は早く帰れと、そうです、ね、GHQ で、はい、ホームクイックリッチで、はい、GHQ やと我々はよく昔言ったんですけど、そうするとまあ今の帰りしなにちょっと、そうです、結構ね多いですよ、多いですか、はい、男女比はどうですか、やはり女性が8割、女性は大体年代的にどれ、やっぱり仕事帰りの人はね、若い方、若い方20代30代40代多いですね、あそれいいですな、はい、うん、お昼はやっぱり年配の方がね多いです、なるほど、でぜひまあそういうことで若い人をどんどん集めていただいて、はい、でバーッと、ね、はい、音楽を、来年また3月 の、はい、あの31日に音楽演奏会、はい、あ大阪の招待のまた同じく蒼天ホールで行います、
ぜひとも事務所無料ですので、はいはい、ですぐのあれですけど今度はカラオケ、はい、カラオケ大会、カラオケ大会も9月でしたっけ、はい、9月30日に同じく正代の蒼天ホールで小坂の、はいはい、やりますので、無料でございますので、はい、ぜひとも一つぜひたくさんお越しいただけると楽しいひとときをどうも先生、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。ですね。